アリスはハートの女王の城で目を覚ましました。できるだけ早く逃げ出した方が良さそうです。アリスは廊下を無事に抜け出すと3つのドアがありました。不幸にもそれぞれのドアの背後には危険が潜んでいます。左の通路には有毒ガスが充満しており、一瞬で人々を狂わせてしまいます。真ん中のドアの背後には有毒な水で半ば浸水したトンネルがあります。この水を飲むとどんな人でも死に至ります。右のドアの背後には怒った警備員が待ち構えており、入ろうとする者を誰でも逮捕します。どの道が比較的安全でしょうか。アリスは真ん中のドアを選ぶべきです。水は飲まなければ危険ではありません。口をしっかり覆ってトンネルを素早く走り抜けましょう。アリスは女王から逃げ出しました。前進すると森の中で予期せぬ障害2つに遭遇しました。より危険なのはどちらでしょうか。クマ、それともミツバチの群れ。クマは獲物を追っているのでアリスには注意を払わないでしょう。しかしハチはかなり怒っていそうです。おそらくアリスは追いかけられるでしょう。アリスが旅を続けるとイモムシに出会いました。謎が解けたらアリスを乗せてくれると言います。イモムシの体は3つに等分されています。体の最初の部分には4、3、5の3つの数字が書かれており、2番目の部分には3、1、8の3つの数字が書かれています。3番目の部分には1つの数字が欠けています。この数字を推測できますか。それぞれの部分の数字の合計は12。したがって欠けている数字は5です。イモムシはアリスを論理の王国へ連れて行きました。そこの住民は常に嘘をつくならず者と常に真実を語る騎士に分かれています。アリスはそこの3人の住民、オードリー、ビル、キャロルに出会いました。しかし誰がならず者で誰が騎士なのか全く分かりません。アリスはオードリーに、ビルは騎士、それともならず者と尋ねました。オードリーは、ビルは騎士ですと答えます。それからアリスはビルに尋ねます。オードリーとキャロルは2人とも騎士、それとも2人ともならず者。ビルはそうですと答えます。最後にアリスはキャロルに尋ねます。ビルは騎士、ならず者。キャロルはビルはならず者ですと答えます。誰が騎士で誰がペテンしたのかをアリスが見抜くのを手伝っていただけますか。オードリーとキャロルが同じ質問に対して異なる答えをしているので、彼女たちの両方が騎士かならず者ということはありえません。彼女たちはそれぞれどちらかなはずです。しかしこれはビルの答えとは矛盾するため、彼は嘘をついていることになります。したがってビルは確実にならず者ということは、キャロルは真実を答えたということなので彼女は騎士、そしてオードリーは真実を答えなかったのでならず者です。アリスが旅を続けると帽子屋と出会います。彼はアリスに出口を教えてあげると約束します。ただしまずは彼の出すひねくれた問題に答えなければなりません。帽子屋が謎々を出します。目を閉じていても見えるものは何。夢です。すべての男性が帽子を脱ぐ相手は誰。床屋さんです。週に2度、1年に1度起こるけど1日のうちに1度も起こらないものは何。アルファベットの E です。最後の質問です。長くなることも短くなることもあり、育てることも買うこともできます。塗ることもできれば、そのままにしておくこともできます。丸いことも四角いこともあります。これは何。爪でした。帽子屋がアリスに白ウサギを追いかけるように言います。しかしまず彼女はこの3匹のウサギのうちどれが本物かを決めなければなりません。
アリスを手伝ってあげられますか？左のウサギの尻尾は長すぎます。きっとチェサネコがウサギのふりをしているのでしょう。真ん中のウサギはお腹に縫い目があり、耳に小さなロゴがあります。つまりただのぬいぐるみ。ということは私たちが探しているものは懐中時計を持っている右のウサギです。アリスは白ウサギの時計を見ました。分身と時計はちょうど1と2の数字の間にあります。また分身と時計がぴったり重なり合っていました。今は何時でしょうか？12時です。分身と時計がどちらもぴったり数字の12の真ん中を指しています。ちょうど1と2の間ですよね。アリスはウサギに言いました。デジタル時計がおすすめですよ。デジタル時計なら前後両方向で同じように読める回分数の時間を表示できるんです。例えば12時21分のようにウサギが尋ねます。回分となる2つの時間の間の最小間隔はどれくらい？この謎を解けますか？正しい答えは2分。9時59分と10時1分の間です。白ウサギはアリスを家に招待し、4つのものを探すのを手伝ってと頼みます。この絵の中でこの4つのものを見つけられますか？こちらです。白ウサギはアリスに逃げるためには王の庭を通過しなければならないと教えます。アリスはその助言に従いました。突然彼女は巨大なチェスボードを目にします。このチェスボード上でルークが存在しないマス目はいくつ見つかりますか？必要なら動画を一時停止してくださいね。見てみましょう。まずはルークがない小さな正方形が62あります。また2マス ×2 マスの正方形が41、3マス ×3 マスの正方形が18、4マス ×4 マスの正方形が6あります。そして最後に5マス ×5 マスの正方形が1個あるので、全てを足すと正しい答えは128です。アリスは庭を誰にも見つからずに通り抜けようとしている時、ハートの女王が夫と64と65は同じだと口論しているのを偶然耳にします。女王は自分の主張を証明するために4枚のトランプを呼び寄せます。そのうち2枚は台形のトランプで、辺は 5×5×3、 残りの2枚は長い三角形のトランプで、辺は 8×3。 この4枚のトランプが8マス ×8 マスのチェス盤の上に並べられます。その後同じトランプが5マス ×13 マスのボード上に再配置されます。見かけ上同じスペースを占めているように見え、アリスは混乱します。この謎を説明できますか？これは伝説的な不思議の国のアリスの謎で、別名数学のチェスボードの逆説とも呼ばれています。もう一度隣り合わせに置かれた台形と三角形のトランプを見てみましょう。これらはちょうど長方形の半分を覆っているように見えます。そしてその縁が角から角へと一直線に伸びています。それが本当ならば対角線の斜線は同じであるべきです。しかし数学者がこの斜面を計算すると興味深いことがわかります。台形のトランプの対角線は横に5マス進むごとに上に2マス進むので、斜面は5分の2。しかし三角形のトランプの対角線は横に8マス進むごとに上に3マス進むので、斜面は8分の3。つまり注意深く観察すると三角形と台形の間には小さな隙間が生じているはずです。この隙間がチェスボード全体に平行四辺形を形成し、それが失われた1マスに相当するのです。謎が解けました。ハートの女王は激怒しています。そこでアリスは急いで庭の迷路に隠れました。とても複雑ですが、アリスが安全に抜け出せるよう手伝ってくれませんか？これが唯一の脱出ルートです。
アリスは無事森に入りました。突然チェサネコに出会ったので道を教えてくれるように頼みます。チェサネコはこう答えます。最初の文字を取るとどこでも指し示し、最後の文字を取ると何にでも笑う。それは何？英語の知識が必要ですが、謎解きを手伝ってくれますか？正しい答えは帽子です。最初の文字を取り除くとハッという笑いで、最後の文字を取り除くとアットという単語になります。アリスは帽子屋を見つけて魔法の紅茶を飲んで家に帰らなければなりません。幸運なことに今日彼がティーパーティーを開いています。帽子屋が招待したのは三月ウサギ、眠りネズミ、そしてアリス。帽子屋はアリスの向かい側には座っていません。三月ウサギは眠りネズミの右側にいません。そして眠りネズミはアリスの左側にはいません。誰がどこに座っているかわかりますか？これが正しい席順です。さあ、頭を研ぎ澄ませて始めましょう。さて、二人の女子のうちより危険な状況なのはどっち？右の女子は確実に危険です。彼女に向かってシマウマの群れが走ってきています。一方、左の女子はまだ大丈夫かもしれません。巨大な象が彼女に向かっていますが、大きな岩の後ろに隠れることができます。リアム刑事は奇妙な事件の調査に招かれました。ジェームズという派手で自己中心的な男性が先日強盗に遭ったというのです。その事件は迷宮入りかと思われましたが、現場には一つの小さな手がかりが残されていました。それは謎めいたメモでした。 S+1D+1C+1。 翌日、警察署に3人の容疑者が連行されました。彼らの名前はテッド、サム、ドン。刑事が彼らの名前を見た瞬間、誰が強盗か分かりました。犯人は誰だと思いますか？テッドです。アルファベットを使えばこのコードを簡単に解読できます。 VIP パーティーでウェイターがゲストに飲み物や軽食を提供していました。死亡女優のジルとジェーンもカクテルを飲みます。翌日、ジェーンがオーディションに現れたのですが、ジルは病院で生死をさまよっていました。なぜでしょうか？注意深く見ていればどちらとも同じ飲み物を持っていましたが、ジェーンの飲み物には氷が入っていなかったことに気づいたはず。つまり毒は氷の中にあったに違いありません。ある日、アンドリューとアレックスはパラシュートでスカイダイブに挑戦。しかしどちらか一方は、今日は地球での最後の日になるかもしれません。やばい状況にあるのはどっち？アレックスです。見てください、彼はパラシュートではなくリュックを担いでいます。でも、もし相棒がそれに気づけば、アレックスにも助かる可能性はあります。アレックスはアンドリューにしっかりと捕まって安全に着地できるかもしれません。ルイス、ジェシカ、アルバートがハイキングに行きました。あっという間に日が暮れ、焚き火を始め夕食を取ることにしました。しかし、炎が暗闇を照らすと、彼らの中の一人が怪物だということが明らかになります。それが誰かわかりますか？間違いなくジェシカです。こんな猫のような目を持つ人間はいませんからね。マックス、マーク、ミックの3人の友人が開店したばかりの高級レストランに行き、ミステリアスなシェフが出すおしゃれな料理を食べました。みんな料理を美味しく食べたのですが、翌日、マックスとマークが病院で亡くなってしまいます。医者は2人が重度の食中毒にかかっていて、彼らを救う手立てはなかったと告げました。レストランの映像を見てください。なぜミックだけが生き残ったのでしょうか？
どうやら毒入りのトマトが2人の友人の命を奪ったようです。見てください、ミックの食べ物にはトマトが入っていません。奇妙な檻の中で目を覚ましたあなたの目の前には3つの扉があります。扉の後ろには恐ろしいものは待ち受けてはいませんが、取っ手がかなり気味悪いのです。左の扉の取っ手にはおそらく有毒か放射性のある液体がかかっています。真ん中の取っ手は燃え盛っています。右の取っ手には高電圧が流れています。どれを選ぶべきでしょうか。見てください、隅にゴム手袋があり、あなたはゴム長靴を履いています。汚れや火には役立たないかもしれませんが、高電圧からは確実に守ってくれます。右のドアを選んでください。数学の能力を試してみましょう。大丈夫、簡単ですから。1羽の鳥が1本の木に止まると、1羽の鳥には止まる木がありませんでした。でも2羽の鳥が1本の木に止まると、1つの木が開きました。鳥が何羽、木は何本あったのでしょう。鳥4羽と木3本がありました。さて名探偵の皆さん、次は鋭い目でなく論理が試されます。貧しい人が持っていて金持ちが必要としていて、食べると確実になくなるもの、これは何でしょうか。何もないです。貧しい人は何も持ってなく、富裕層も何も必要とせず、何も食べなければ長く生き残ることはできませんからね。ジェーンとジョン・ドーは付き合っています。ある日2人は町を出て自然の中で過ごすことに決め、車に飛び乗りました。運転中突然ガソリンスタンドでヒッチハイクをしている4人を見かけます。どの人もかなり怪しく見えます。ボロボロの服を着た男、マントを着た女、陰気な顔をした男、若い女の子、誰を車に乗せるべきでしょうか。マントを着た女性には影がありません。きっと吸血鬼に違いありません。陰気な顔をした男性は首に吸血鬼の髪跡があるので吸血鬼になってしまったのでしょう。若い女子は怪しい鍵爪を持っているので狼人間に違いありません。ボロボロの服を着た男性が唯一危険ではなさそうです。木の下で3人の友人が眠っています。彼らが休んでいる間に通りかかった男が彼らの顔にひげをかきました。目が覚めた時彼らは笑い出しましたが、突然笑うのをやめます。なぜでしょう。最初は友人の顔に口ひげがあるのを見て面白いと思ったのですが、その後友人たちも笑っていることに気づきます。つまり自分の顔にも口ひげが描かれていることが分かったからです。雨が降る夕方、メアリーが帰宅した時彼女のチョコを食べられたことに気づきます。彼女は姉妹に誰の仕業かを尋ねました。ジェーンは自分の部屋で運動をしていたと言い、お菓子を食べていないと言いました。イングリッドは人のチョコなんか食べないと言います。ジェシカは庭の植物に水をやるために外に出ていて今戻ってきたばかりだと言いました。嘘をついているのは誰。ジェシカでしょう。雨が降っていたので水やりの必要はありませんからね。ある日探偵ブライトブレインが空港に呼ばれました。そこでは激怒した乗客が盗難にあった荷物の即刻保証を要求していました。怒っている乗客はシカゴ行きのチケットを購入し7キロのスーツケースを預けたのですが、受け取った時には羽のように軽かったと言っています。スーツケースにはパソコン、指輪、時計の貴重品が入っていたのですが、カウンターで開けた時中身は空っぽ。その男性が腕を振り回しながらカウンターで怒鳴っている間、ポケットから袋が落ちました。探偵はそれを拾い上げ、即座にその乗客が嘘をついていることに気づきました。なぜでしょうか。
あバッグには金貨がたくさん入っていたわけではありません。これはドライアイスの袋。大騒ぎしている客は貴重品など持たず、スーツケースにドライアイスを入れてファスナーを少し開けておいたのです。長いフライトの間、中身は蒸発し跡形もなくなりました。怒るふりをして保証金を要求したかったのです。あなたは人里離れた中世の城に閉じ込められています。地面からあまりにも高いので窓から飛び降りることはできません。窓の近くに生えている唯一の木は伝って降りるのに十分な強度があるようには見えません。しかし3つのドアがあり、そのうちの1つのドアは外界に通じています。ただし左のドアの向こうでは火災は燃え盛っており、真ん中のドアの向こうには何百匹もの毒蛇が待ち受けており、右のドアの向こうには真っ暗な迷路があり、どんな恐怖が待っているかは分かりません。どのドアを選べばいいですか？3つ目のドアです。木の枝を折って左の部屋の火をもらって松明にし、迷路を通り抜ければいいんです。そうすればもう暗くはありません。2軒の家が燃えています。1つは貧しいジャックの家、もう1つはジェームズの豪邸です。警察はどちらの家を先に消火しますか？警察は火を消しません。消すのは消防士です。誰か早く呼んでください。昔あるところに変わった男性がいました。他の人とは違って必ず電気をつけてから眠りにつく習慣がありました。しかしある夜、いつもとは違うことが起こります。男が電気をつけるのを忘れたのです。翌日男性が起きると朝食を食べながら新聞を読みます。彼は昨夜一度に1000人の人々が病院に運ばれたという記事を読み、恐怖に襲われます。彼は警察に駆け込み自首しました。この男が誰でなぜ警察に自首したのかが分かったら、早速下のコメント欄で教えてください。それでは答えを見ていきましょう。その男性は灯台守だったのです。彼の仕事は夜灯台の明かりをつけて船を港に安全に案内すること。彼が明かりをつけ忘れた日、複数の船が港を失い岸に衝突してしまったのです。明かりをつけなかったせいで多数の怪我人と大きな被害が生じました。灯台守についてちょっと詳しくなりましたね。では問題の難易度を上げましょう。使われてなさそうな灯台を見つけ探索することにしたあなた、突然どこからともなく3つの姿が現れます。驚愕しましたが、そのうち2人は幽霊で、本物の灯台守は1人だけだと気づきました。本物の灯台守は誰でしょう？この画像をよく見て答えをコメント欄に書き込んでください。急がなくてもいいですよ。あなたの命がかかっています。本当の灯台守は右の男性。確かにかなり変な表情をしていますが、孤独に苛まれるとこれほど劇的な顔になるのかもしれません。真ん中の男性は半透明なので幽霊でしょう。左の男性はオイルランプを持っているので彼もまた幽霊です。こんなランプを使う人はもはや誰もいません。ずっと昔に電気を使うようになりましたからね。荒れる海で泳ぐ3人の男性を見てください。灯台守も彼らに気づき、高潮で極めて危険なため海から離れるようにと叫びます。突如彼は奇妙なことに気づきました。男性3人のうち髪の毛が濡れているのは2人だけ。なぜ1人の男性の髪は濡れていないのか灯台守に教えてください。答えはコメントに書き込んでくださいね。別に変わったことはありません。この男性、濡れるほど髪の毛がないだけです。ある灯台守は長い間孤独に苛まれ、一時期気が変になりました。ある日、観光客が景色を楽しむために灯台を訪れます。灯台守は彼ら全員を閉じ込めて薬を飲ませます。
無害な薬と有害な薬がありますが、観光客はその薬を飲むしかありません。3人はそれぞれ別の薬を飲んだのですが、なんと全員が病院に運ばれました。悪い東大森を無罪放免にはしておけません。東大森はどのように観光客全員に毒を盛ったのでしょう。コメントで教えてください。観光客が薬を飲むときに飲んだ水に毒が盛られていたのです。この灯台の中を覗いてみると奇妙な光景を目にしました。真夜中に明かりが一つもない中で女性がベッドに座っています。それだけでも怖いのに灯油ランプもろうそくも使わずに読書をしているんです。この女性は暗闇も見ることができる魔女なのでしょうか、それとも違う理由があるのでしょうか。コメントで共有してください。魔女でもなく魔法も使っていません。目が見えない女性は展示の本を読んでいたのです。遠くの孤島に放棄された灯台がありました。幽霊が出るという噂があります。嵐の夜、ジャックという名前の船員がその島でナンパし灯台に避難することに決めます。ジャックは灯台の中で赤、緑、青の3つのランタンを発見。隣には次のように書かれていました。ランタンは賢く選べ、一つは脱出に、一つは永遠の闇に、一つは島の荒れ狂う霊につながっている。手がかりとなるのは信号機について考えること。彼はどのランタンを選ぶべきでしょうか。彼を救うためにどのランタンを選ぶべきか、コメント欄で教えてください。ジャックは緑のランタンを選ぶべきです。赤の信号は危険を示し永遠の闇を象徴します。青の信号は警戒と警告を示し荒れ狂う霊を指し示している可能性があります。緑の信号は安全と前進を示します。ジャックが恐怖の島から脱出するのを助けるランタンはこれでしょう。強力な魔術師が魔法の灯台に住んでおり、助手の名前はマーチン。ある日魔術師はマーチンに魔法薬を作る人のところに行き、注文しておいた3つの薬を受け取るように指示します。マーチンは荷物を受け取りましたが、帰り道に罠にはまってしまいます。彼の前に3つのドアが現れ、どれかを選ばなければいけません。1つ目のドアの向こうには底なしの深淵があり、2つ目のドアの向こうには巣まで有毒な毒蜘蛛が生息しています。3つ目のドアの向こうには激しい炎が広がっています。どのドアを選ぶべきか決められないマーチンは受け取った薬を1つ使うことにしました。さてマーチンが使うべき薬はどれでしょう。透明になれる薬、高速で移動できる薬、何でも忘れてしまう薬、どの薬を選ぶべきかコメント欄で教えてください。マーチンが選ぶべきは高速移動の薬。火傷する前に高速で炎の中を駆け抜けましょう。悪い魔法使いがあなたを灯台に閉じ込めましたが、逃げるチャンスが与えられました。ドアは A、B、C の3つあります。2つのドアは自由へとつながりますが、残りの1つを選ぶと永遠に灯台に閉じ込められます。適当なドアを指して魔法使いにはい、いいえで答えられる質問をすることができます。ただし自由へのドアを指した場合、魔法使いは質問に正しく答えます。しかし一生灯台にとどまるドアを指した場合、魔法使いは正しくは答えません。どうしたら命が助かりますか。わかったらコメントで教えてくださいね。誰かが助かるかもしれません。A のドアを指さして B のドアは自由につながっていますかと尋ねればいいんです。魔法使いがはいと答えたら B のドアを、いいえと答えたら C のドアを選びましょう。この戦略だと A のドアがどこにつながっていようともうまくいきます。例えば A のドアが自由への道だとしましょう。ならば魔法使いは真実を語るでしょう。だから魔法使いがはいと答えたら B のドアを、彼がいいえを答えたら C のドアを選ぶべきなのです。でも A のドアが一生灯台暮らしにつながり、魔法使いが正しく答えなかった場合はどうなるのでしょう。その場合は簡単です。 A のドアを選ぶと一生灯台暮らしなら、
B と C のドアは自由につながりますからね。どちらのドアを選んでも大丈夫です。実際には A のドアがどこにつながるかを心配する必要はありません。魔法使いの答えがはいの場合は B のドアを、答えがいいえの場合は C のドアを選びましょう。オリバーはヨットで航行中に恐ろしい嵐に見舞われました。船は沈没しましたが、彼は小さな島にたどり着きます。ビーチには使われてなさそうな灯台があります。しかしすぐに二人の男が入り口に現れました。彼らはオリバーを捕らえ、永遠に彼を灯台に閉じ込めようとしました。オリバーは同意しましたが、自分の最後の願いを叶えてくれるよう頼みました。彼が男たちに彼の望みを話した時、彼らは彼を自由にしました。彼の望みが何だったのか、コメントに書き込んでください。オリバーは賢い方の人に灯台に閉じ込めてほしいと言ったのです。どちらの男も自分の方が賢いと譲らなかったので、結局オリバーを行かせました。リサとオリビアは沈みかけた船からなんとか脱出。強い潮の流れでリサは島の錆びれた灯台のそばで目を覚まします。一方のオリビアはまだ救命ボートに浮かんでおり、喉がカラカラです。どちらの女性が長くサバイバルできるか教えてください。急げば救助に間に合うかもしれません。リサの方が長くサバイバルできる可能性が高いです。島で真水の水源を見つけられるかもしれません。また灯台が使われていなかったとしても避難所としては役立ちそうです。一方オリビアは海水を飲むことができません。人体にとって逆に危険です。目を覚ますと地下室に閉じ込められていたマーチン、どこからここに来てしまったのか全く思い出せません。おそらく天井にあるハッチを通ったのでしょう。3つのドアがあり、そこから出られそうです。左のドアの向こうにはそこに金属のトゲがある深い穴があります。真ん中のドアは飢えたピラニアがいる湖へと続いています。右のドアの向こうにはワニがいます。最悪なのは部屋が浸水し始めたこと。マーチンを一刻も早く助けなければ。この不運な男の命を救うために何をすべきかコメントで教えてください。マーチンが選ぶべきドアは左のドア。穴に水が満たされればトゲの上を泳いでいけるでしょう。一方こちらで部屋に閉じ込められて溺れそうなのはアリサ。壁についた蛇口から部屋に水が入ってきています。この部屋に窓はなくドアも開きません。アリサのそばにあるのはモップと大きなバケツのみ。彼女の命を救う方法を知っている方はコメント欄に書き込んでください。この状況それほど危険ではありません。アリサはただ蛇口を閉めればいいんです。ニックはヨットで世界中を航海中。しかし大嵐に遭遇してしまいます。ある時点で彼はマストに頭を打って気を失ったようです。気がついた時彼は海岸にいて、よそ者を好まない険悪な雰囲気の地元の人々に囲まれていました。彼らはニックに3つの選択肢を提示しました。タランチュラがいる洞窟送り、黄色いサソリがいる穴に投げ込まれる、飢えたライオンの群れの前に差し出される。あなたがコメントで何を選ぶべきか書いてくれないと彼に悪い顛末が訪れてしまうかも。ニックは人間に対しては基本的に無害なタランチュラを選ぶべきです。この火山を見てください。今にも噴火しそうです。残念ながらローレンのスポーツカーに残る座席はあと一つ。でも火山からできるだけ遠くに逃げたいと思う人々が3人います。彼女は誰を救うべきでしょうか。若いイケメン、お金持ちの女性、それともおばあさん。
男性と女性はキビキビと動き逃げられますが、お年寄りの女性はできません。ローレンが助けるべきは高齢女性。他の意見の人はコメントで理由を教えてください。3人の先生を見てみてください。このうち1人は吸血鬼です。若い生徒が亡くなる前に一刻も早く見つけなければいけません。左の先生は日焼けの跡がありますね。吸血鬼は日光が苦手なので彼女は除外。右の先生は足にギブスがあるので吸血鬼の可能性は低いでしょう。でも真ん中の先生は長袖長ズボンで手袋まで着用しています。肌に日光が当たるのを恐れているようですね。きっと彼女が吸血鬼に違いありません。メラニーは同僚のマリアを夕食に招待しました。マリアはメラニーが自分のことを好きではないと思っていたので驚きましたが、メラニーはとても素敵な食事を準備してくれています。さらに魚まで調理してくれました。彼女は魚を半分に切り、2人で半分ずつ食べました。しばらくするとマリアの顔色は悪くなり、意識を失って病院に運ばれます。ひどい食中毒になったようです。数日後、警察はマリアに毒を盛ったという罪でメラニーを逮捕。2人は同じ魚を食べていたのに、どうやって毒を盛ることができたのでしょう。コメントで教えてください。メラニーが魚を切るために使ったナイフの片側に毒が塗られていたのです。そうすればマリアに渡した魚の部分にだけが毒が含まれるというわけです。この写真をじっくり見てください。3人のうち1人がたった今ペンギンを盗みました。犯人が誰か分かった人は分かったとコメントに書いてください。左の男性がペンギンに餌をやりに来ていることは明らかです。女性は本物の妊婦さん。右の男性は重そうなリュックを担いでいて、しかも漏れていますよ。ペンギンはその中にいるはずです。この3人を見てください。そのうちの1人の女性は本当の妻ではありません。コメント欄で正解できた人は本物の探偵認定です。どちらの女性も指輪をしています。でもブロンドの女性が準備したお弁当が確実に収まるようなので、夫のブリーフケースのサイズを正確に把握しているのでしょう。一方もう一人の女性は彼の姉か妹でしょう。生まれつき同じあざを持っているようですからね。4人の友人がランチに出かけました。同じ食事をしたのになぜか2人だけ具合が悪くなりました。なぜ残りの2人は大丈夫なのでしょうか。探偵の勘を働かせてコメント欄にあなたの考えを書いてください。食事後、体調を崩さなかった2人はコーヒーを飲んでいません。食べ物ではなく飲み物が良くなかったようです。3人の女性が一緒にアイスクリームを食べに行きました。しかししばらくして1人の具合が悪くなります。なぜそうなったのか分かりますか。具合が悪くなった女性はアイスクリームの上にベリーのトッピングをしていました。他の2人の女性はシナモンをかけアイスを食べています。ミシェルが会社を出ようとしていた時、ビルの警備から危険な犯罪者が建物内に忍び込んだというメッセージを受信。彼女はできるだけ早く建物の外に出なくてはいけません。エレベーターに向かって走っていると、エレベーターが2つとも同時に開きました。中には体格の良い怪しげな男がいます。あなたならどちらのエレベーターに乗りますか。コメント欄でお知らせください。ミシェルは右のエレベーターに乗ることにしました。犯罪者はちょうど建物に入ったばかり、上の階から来ることはありません。秘密の金融情報を取得するために
犯罪者が銀行員3名を誘拐しました。銀行員たちは床から高い窓が一つだけある地下室に閉じ込められます。少なくとも一人が脱出して警察に通報しようと二人は決意しました。男性たちは肩の上に立ちましたが、一番上に立つ人はまだ窓に届きません。どうすれば窓に届きますか？最も背が高い銀行員が一番上に登ればいいんです。彼ならおそらく腕が最も長いので窓に手が届くはずです。ルークは科学の実験に参加したのですが、何かがおかしかったようで、3つのポータルしかない場所に飛んでしまいました。左のポータルは南極の極地砂漠に、真ん中のポータルは溶岩があふれる火山のクレーターに、右のポータルは巨大なディプロドクスが闊歩する恐竜時代に続いています。あなたならどのポータルに飛び込みますか？コメントで教えてください。極寒の砂漠では一瞬で凍えてしまいます。溶岩なんて論外。でも草食恐竜のディプロドクスは人間には無害ですよ。かつて刑務所の警備員が非常に不穏な噂を偶然耳にしました。ある囚人が脱獄を計画しているというのです。警備員は監視カメラの映像を見て、2人の女性が怪しい行動をとっていることを発見。1人は元ボディービルダーで筋肉質、短髪で体中にタトゥーが彫られています。もう1人は静かで控えめで1人で過ごすことが多い女性。映像を何度も見直した結果、警備員は脱獄を計画している女性を特定できました。あなたは警備員ほど注意深いですか？コメントにあなたの考えを書いて証明してください。脱獄を計画しているのは静かな方の囚人。よく見ると髪の毛にはヤスリが見えます。これを使えば彼女は金属の棒を削ることができそうです。謎謎チャレンジの始まりです。人気のカフェで3人の女性が集まっています。3人の風貌から経済状況が伺えます。2人は裕福そうに見えますが、1人はそれほど裕福そうではありません。3人の外見を注意深く観察して、どの人が実は裕福ではないのかコメントで教えてください。答えは一見そうは見えない意外な人かもしれません。真珠のネックレスをつけた女性は富を見せびらかそうとしているわけではありません。シンプルでサステナブルな暮らしに満足しているのです。これは彼女が真に裕福である証拠。2人目の女性は非常に高価なアクセサリーを身につけています。車は運転せず、運転手に迎えに来てもらい、到着はアップルウォッチで通知されます。ところが3人目の女性はそれほど裕福ではありません。高価そうなものは身につけておらず、バッグに詰められて溢れそうな札束はおそらく偽物でしょう。2組のカップルがビーチでのんびりとくつろいでいます。ブランドバッグをそばに置いて高そうな水着を着ています。一見するとどちらのカップルも裕福に見えますが、本当に豊かなのは一組のみ。それがどちらのカップルか分かったらコメントであなたの意見を共有してください。左側のカップルの私物には偽物が含まれています。二人をよく見てみるとロゴが誤って書かれていることが分かります。また二人ともかなり色白です。多分2人とも働いてばかりで、旅行に行けるのは1年に1度だけなのかもしれません。右側のカップルは一見シンプルですが、私物はしっかりメンテナンスされ、高級品というより品のいいものを使っているようです。使い込まれたスーツケースは彼らがよく旅をすることを物語っています。また2人ともよく日焼けをしていますね。きっと頻繁に旅行ができる身分なのでしょう。犯罪してばかりの大悪党のダグは世界各地を飛び回っていました。彼を追う国際警察は、彼が説明がつかない莫大な現金を持っていると考えています。ついにその犯罪者を捕まえた時、
彼が所持していたのはサングラス、約50ドルが入った財布、クレジットカード、外国の硬貨数枚でした。それでは彼を逮捕する理由にはなりません。しかし実際にはダグは当局の目から富をまんまと隠していたのです。彼がどうやってそうしたかが分かったら、それをコメントで共有してください。この外国の硬貨、実は非常に貴重なもので、信じられないほど高価な古代の硬貨だったんです。探偵スタンウィックは犯罪の調査のためにペニーロール氏の家にやってきました。ペニーロール氏は課長補佐として勤務する銀行を開けるため、銀行に到着した瞬間、銀行強盗に誘拐されたと言います。彼らは彼に金庫を開けさせ、お金を渡すように迫ったとのこと。その後彼の家に連れて行くように脅されました。彼の妻のジュエリーも欲しかったのです。移動中に犯罪者の一人がお金を紙袋に移し、銀行の袋を窓から投げ捨てました。2ブロック先で車が赤信号で停止した時、銀行家は脱出したということです。探偵は手がかりを探すために銀行への道を逆にたどることにします。途中でペニーロール氏が空の銀行の袋を見つけたといい、数分後彼が逃げ出すことができた赤信号を指さしました。銀行に着いた時、スタンウィック探偵はペニーロール氏を虚偽の報告で逮捕します。行員の話に問題があることに気づきましたか？以下のコメントで教えてください。銀行に戻る途中、ペニーロール氏が車から降りた角を回る前に銀行の袋を見つけたのはおかしいです。犯罪者が袋を投げ出した後に彼は車から降りたと言いましたからね。その話が本当なら、探偵と銀行職員は銀行に戻る途中でまず角を通り、次に銀行の袋を見たはずです。今回は事件も謎が深いです。チェルシーは駐車中のタクシーに近づき、タクシーの運転手に20ドル紙幣を手渡し、そのまま立ち去りました。あなたが知るべき事柄は次の通り。彼女は方向感覚はいい方ではありません。道案内のためチップとして20ドルは大きすぎます。また彼女自身車を所有しており、壊れてもいません。他のブライトサイダーよりも早く彼女の意図が分かりますか？答えをコメントに残してください。チェルシーは道に迷い、目的地に連れて行ってもらうためにタクシードライバーにお金を払ったのです。その後彼女は自分の車でタクシーについていきました。この画像をよくご覧ください。泥棒を見つけることができますか？なぜその人を選んだのか、コメントで説明してください。ベージュのコートにボーダーのインナーを着た女性です。他は全員夏服を着ている中、悪目立ちしていますね。スティーブンは貴重品がなくなったと警察に通報し、警察が到着すると彼は一人でキャンプに行ったと説明しました。そこに到着しテントを設営したところで、突然激しい雨が降り始めたので、乾いた薪を集めるためにテントを離れ、その際財布や重要書類が入ったバッグをテントの中に残したということです。彼が戻ると全てがなくなっていました。警察官はスティーブンの話を信じず、彼が話をでっち上げたと判断します。なぜ嘘をついたと警察は分かったのでしょうか？コメントでお知らせください。雨が降る前にテントを設営したというのは正しければ、なぜテントの中に水たまりがあるのでしょうか？ある秋の金曜日午後10時頃、トムは姿を消しました。警察官は彼の4人の友人を尋問。彼らの1人が彼の失踪に何か関与していると疑っていました。彼女はそれぞれのアリバイを確認します。アダムはデートに行くため服を選んでいたと言いました。ダニエルは彼のアパートで開かれるパーティーの準備をしていました。
ソフィアは夜勤の前にヨガでリラックスしていたと言いました。ジェイクは公園でバードウォッチングをしていました。容疑者を尋問した後、警察官はトムの友人の一人を逮捕。誰が逮捕されたか分かったらコメントに書いてください。ジェイクです。秋の夜10時はバードウォッチングするには暗すぎます。警察官のジェームズは宝石の謎の消失を調査するためにホテルに呼ばれました。エミリーは前夜チェックインし、高価なダイヤモンド全てをホテルの部屋の金庫に入れたのですが、翌日ランチから戻るとその宝石はなくなっていたのです。ジェームズは3人の容疑者を挙げました。受付の女性はランチ休憩中だったといいます。清掃員はその日の早朝にチェックアウトした客の客室を掃除していたと述べました。ホテルの客であるスーザンは今起きたばかりだと言いました。3人の中に嘘をついている人がいます。誰だか分かったらできるだけ早くコメント欄にあなたの意見を書き込んでください。スーザンです。今起きたばかりだというのにベッドメイクされていますよ。ジョーンはある夕方自宅に帰った時、誰かが家に泥棒に入ったことに気づきました。警察が到着し近所の人々を尋問します。ビクトリアは2ブロック離れた友人の家を訪ねていて、ちょっと前に帰宅したばかりだと言います。ピーターは体調が悪かったので薬局にさっと行った以外はずっと横になっていたと言います。ネイさんは妻と友人たちとのバーベキューの準備をしていたのに、激しい雨が降り始めたので計画をキャンセルしたと言っています。警察を手伝って下のコメントで泥棒の名前を書いてください。ビクトリアです。雨が降る中彼女は帰宅したばかりだと言っています。でも彼女の髪、服、そしてドアの近くに立っている傘は全く濡れていません。タイラーはある夜、友人の家に向かっていたところ、黒いマスクをした見知らぬ人に捕らえられました。気づいた時は大きな部屋の中で檻の中に入れられていました。檻の隣の壁にはレバーが3つあります。左のレバーを引くとお腹をすかしたライオンが檻に入ってきます。真ん中のレバーを引くと檻に水が溢れてきます。3つ目のレバーを引くと檻の上部が下に向かって落ちてきて、中にいるものが何であれ潰してしまいます。どのレバーを引けばタイラーは生き残ることができるでしょうか。コメントであなたの選択を共有してください。2番目のレバーです。水はすべて檻から流れ出ます。こんにちは、ブライトサイドの探偵たち。この謎をできるだけ早く解決するためにあなたの助けが必要です。この2人を見てください。どちらも危険にさらされているように見えますが、実際に命を懸けているのは1人だけです。どちらでしょうか。杖を持っている紳士は危険を免れています。彼は杖を使って前方に崖の縁があることを察知するでしょう。しかしスマホに夢中になっている男性は気づかずに落ちてしまうかもしれません。岸の近くで泳いでいるとマークは3人の若い女性に出会いました。ただしこの中で人魚でないのは1人だけです。どうすれば誰が誰か見分けられるでしょうか。答えはかなり明白です。男性は飛び込み、どの女性が足を持ち、どの2人が尾びれを持っているかを確認するべきです。この2人の医者を注意深く見てください。本物の獣医はどちらでしょう。
本物の獣医は手袋をしています。3人の囚人は皆いつか脱獄することを望んでいます。そしてこのうち1人が近くそれを実行するかもしれません。一体誰でしょう？静かに本を読む男は脱走を計画しているに違いありません。壁のポスターが見えますか？おそらく穴を隠しています。下の地面を見ると掘った砂がありますね。マリアは魔法にかけられた城で迷子になりました。出口を探しているうちに彼女は同じような服装をした紳士でいっぱいの部屋に来ました。彼らは皆王様を称賛しています。もしかしたら王様が城から出るのを手伝ってくれるかもしれません。一体誰が王様なのか、どうやって見分ければいいでしょう？王様は右側の男性で、マリアの隣に座っています。他の人がみんな彼を見つめている中、窓の外を見ている唯一の人です。宝物を探しにこの分かれ道に行きました。宝物を見つけるにはどの方向を選ぶべきですか？答えは実際に石に刻まれています。碑文を逆さまにすると南と書かれています。デイビッドは全ての記憶が消えた状態で病院で目を覚ましました。すると3人の少女が病室に駆け込んできて、全員が彼の妹だと主張しました。誰が真実を話しているのか見分けられますか？デイビッドの本当の妹は真ん中の少女です。見て、二人とも手に同じ形のあざがあります。マイケルはダイビング中、酸素がなくなりそうなことに気づきました。近くに二つの洞窟がありますが、生きるためにはどちらを選ぶべきでしょう？彼は左の洞窟を選ぶべきです。そこから出ている空気と泡に気づきましたか？それは洞窟の中に乾いた土地があることを意味します。老婦人が警察に通報し、隣人のジーナという若い女性が姿を消したようだと知らせました。その女性はジーナを数日間見かけず心配になったのです。警察がジーナの家に到着し、ドアを開けて中に入ると、ジーナが椅子に縛られ、口にはスカーフが巻かれていました。話せるようになったジーナは警察に、3日前に強盗が家に侵入し彼女を縛り付け、全てのお金とガジェットを奪ったと語りました。しかし警察はジーナの話を信じませんでした。なぜでしょう？カレンダーの日付を見てください。壁にあるやつが見えますか？警察のカレンダーの日付と同じです。ジーナがずっと縛られていたとしたら、カレンダーを変えていたのは誰だというのでしょう？キャッシー、マーク、そしてローレンの3人の友達が近況報告をするためにローレンの家に集まりました。途中で彼らはかくれんぼをすることにしました。ローレンが友達を探す番になると、マークはすぐに見つかりましたが、最後までキャッシーを見つけることができませんでした。友達を見つけるのを手伝ってあげられますか？キャッシーはかくれんぼに真剣です。見て、彼女はゴミ箱に隠れています。メーガンは友人をレストランに招待し、彼女の誕生日を祝いました。みんな大いに楽しみ、メーガンは今までで最高の誕生日プレゼント、大きなダイヤ付きの指輪をもらいました。しかし突然部屋は暗闇に包まれてしまいます。数分間の完全な混乱の後、明かりが戻りました。しかしメーガンの指輪は消えています。画像をよく見て誰が盗んだか考えてみてください。
ウェイターです。彼が持つグラスを見てください。指輪を中に入れたに違いありません。グラスの中にさっきより水が入っています。今は2158年です。ジムはガレージの屋根を修理していましたが、滑って地面に落ちて足を骨折します。しかし翌日、ジムは公園を歩いており、全く問題ないように見えます。どうしてでしょうか。ジムはロボットです。左耳の上に点滅する赤い光が見えますか。本当に早く修理されたのですね。マルタは夕方、自宅近くの公園を歩いていました。暗くて周りには誰もいません。突然バッグが後ろからひったくられ、その人物は逃げ出しました。マルタは懸命に追いかけました。彼女はその人物が女性だと思ったのですが、外見や服装は分かりません。その女性は学校の建物の中に消えました。マルタが建物の中に入ると、そこには3人の教師がいました。マルタは注意深く彼らを見て、すぐにバッグを取った人物を突き止めました。あなたも同じことができますか。真ん中の女性は足にギブスをつけているので走れません。右側の女性は手に何も持っていません。盗んだバッグをそんなに早く隠すなんてできないですよね。しかし左側の女性は大きなショッパーバッグを肩にかけています。本物の教師なら教室でそれを持ち歩く必要はありません。スーザンは高級デザイナーアイテムを扱う店で働いていました。ある日彼女は誰かがズボン一着を盗んだことに気づきました。店内にいた人々を見て、誰が泥棒なのか突き止めてください。右側の男性です。彼の足をよく見るとジーンズの下からズボンが覗いているのが分かります。新婚のマリアとダニエルはハネムーンで熱帯の島に行きました。彼らは豪華なホテルに滞在しましたが、ある日ディナーから戻ると、誰かが金庫に侵入し、マリアの宝石を盗んだことに気づきました。容疑者はメイド、マリアとダニエルの隣人、そしてホテルのマネージャーです。しかしメイドはその日新婚夫婦の会の部屋を一切掃除していなかったと主張しました。隣人たちは一日中出かけており、ちょうど戻ってきたと言いました。そしてホテルのマネージャーは複数の重要なクライアントとの会議があり、オフィスを一歩も出なかったと述べました。誰が犯人かすぐに分かりますか。隣人が宝石を盗みました。彼らのバッグにボルトカッターがあります。そんなものを外に持っていく必要がありますか。デイビッドは建設現場で働いていました。ある時誰かに襲われて意識を失い、病院に運ばれました。事件を捜査するために到着した警察官にはアレックス、ライアン、ジョンの3人の容疑者がいました。アレックスは事故が起こった時、彼は屋根にタイルを敷いていたと言いました。ライアンは木の下で寝ていたと述べ、そしてジョンはその時レンガを積んでいたと主張しました。誰が嘘をついていますか。建物にはまだ屋根がないので、アレックスがデイビッドを傷つけたのです。したがって彼はそこに大量を貼ることはできませんでした。自宅に戻ったデイジーは、誰かがアパートに侵入してダイヤのネックレスを盗んだことに気がつきました。警察が到着し、3人の隣人に質問します。グレッグは天井をペイントしていました。彼はヘッドフォンをしていたので何も聞こえませんでした。リアンカは一日中親友とハイキングをしており、ちょうど帰宅したところです。グレンダは一度だけ犬の散歩に出かけ、デイジーの部屋から変な音が聞こえたと思ったそうです。誰が嘘をついているでしょうか。
グレッグです。彼の天井を見てください。新しく塗られたように見えますか？バレちゃったね。デイジーは地元のサーカスでマネージャーとして働いています。彼女の仕事は新しい場所の準備を手伝うことです。彼女は現場に到着し、ステージを見てパニックに陥ります。なぜでしょう？看板をよく見てください。サーカスではなくシトラスと書かれています。デイジーはお気に入りのカフェにランチに来ました。そこで彼女は3人の人を見かけます。うち1人が毒を盛られました。誰かわかりますか？3人目の男性はカプチーノに一切手をつけていません。彼はきっと寝ているのでしょう。2人目の女性は起きています。少しカプチーノの口ひげをつけていますが、何の問題もありません。何も問題ありません。しかし最初の男性を見てください。メガネをかけており、起きているか定かではありません。ポケットの中で携帯が鳴っていますが、彼は全く反応していません。怪しいですね。そう、彼が毒を盛られた人です。昼食後、デイジーはある控え室に入り、スターであるピエロのロジャーが意識不明で倒れているのを発見します。警察を呼ぶと彼らは素早く到着し、3人の目撃者に尋問します。ボブはただ通りかかっただけで、このピエロは見たことがないと言います。ミアはロジャーの大ファンで、とても残念に思っているそうです。そしてニックはただの便利屋で、電気トラブルを修理するためにサーカスに雇われたと言います。誰が嘘をついていますか？ボブです。彼はこのピエロを見たことがないと言っていましたが、ロジャーピエロの T シャツを着ています。熱狂的なファンに違いありません。デイジーはもう一人のスター、デイブを訪ねます。彼は才能あるアクロバット師です。デイブは送り主不明の手紙がついた謎のキャンディーバスケットを受け取ったばかりです。手紙にはこう書かれています。デイブへ、あなたの才能に本当に感謝しています。あなたが大好きです。いつかデートしましょう。手紙には名前がなく、一体誰からなのか見当もつきません。幸いなことに短い謎々がありました。8月の第3、2月の第4、5月の第2、12月の第3、10月の第6、これを解読するのを手伝ってもらえますか？8月の第3は、オーガストの3番目の文字、G を意味します。2月の4番目は R、5月の2番目は A。続けていくと、デイブの秘密のファンの名前はグレースということになります。サーカスの会社がパーティーを開催し、従業員にハロウィンの仮装をするよう頼みました。そこでデイジーはショッピングモールへコスチュームを買いに行きます。しかし選べるのは魔女、マーメイド、そしてヴァンパイアのコスチュームの3つだけでした。彼女の最適なチョイスを考えてくれますか？魔女の衣装をよく見てください。タグには紙でできていると書かれています。パーティーで着るのは良くないアイデアです。マーメイドの衣装は尾びれの部分が破れています。デイジーはヴァンパイアの衣装を選ぶべきです。パーティーに到着しました。みんながハロウィンの衣装で踊っていますが、この4人の中に本物のヴァンパイアがいます。誰でしょう？左側の男性は何か赤いものを飲んでいますね。しかし彼には影があるため本物ではないはずです。2番目の女性はかなり不気味に見えます。
しかし壁の鏡をよく見ると彼女の反射が見えるので彼女も違うでしょう。4番目の男性も鏡に映っています。残るは一人の女性だけです。彼女が本物のヴァンパイアに違いありません。デイジーの町には古いお化け博物館があります。デイジーと友達はスリルを味わうためハロウィンの夜に博物館で過ごすことにしました。真夜中に時計が鳴ると壁にかかっている肖像画が生き返ります。ある女性の肖像画が助けを求めて叫び始めました。彼女はデイジーに過去の従業員が彼女の肖像の偽物を作ってしまったためデイジーにそれを破壊してほしいと頼みます。デイジーは偽の肖像を見ると3つの違いを見つけ、偽物はオリジナルには及ばないとその女性に保証します。あなたも違いを見つけることができますか？彼女の口紅の色、ペンダント、髪のリボンが異なります。それからデイジーはおやつを取りにカフェテリアに来ました。選択肢は3つだけです。どれを選ぶべきでしょう？ポテトチップスの箱に書かれた日付を見てください。1924年に賞味期限が切れているのでこれは避けましょう。アイスクリームの下にある小さなメモには耳垢味と書かれています。誰も試したくはないでしょう。デイジーはポップコーンを選ぶべきです。デイジーは歩き続け、ある建物に出会います。そこにはアパートの窓で家事に忙しい2人の女性がいます。しかしうちの1人は危険です。どちらだと思いますか？2番目の女性は害虫を取り除いているだけです。部屋には誰もいませんし、彼女はマスクをしています。しかし左の女性を見てください。彼女の料理の隣には漂白剤の開いたボトルがあります。うわー、結構です。デイジーは歩き続け、面白いものに出くわします。それはあなたの下にある5文字の単語。最初の文字を取り除くとそれはあなたの上に、最初と2番目の文字を取り除くとそれはあなたの周りのすべて。一体何でしょう？それは椅子、チェアです。翌朝サーカスに到着したデイジーはデイブが狂った科学者に誘拐されたことを知ります。彼はデイブを研究所の一室に閉じ込め、もう一室にはゾンビを置きました。デイジーはデイブを助けるために研究所に到着します。彼女は二つの扉と看板を目にします。一つは真実を言い、もう一つは嘘をついています。一つ目の看板にはデイブはここにいてゾンビは隣にいると書かれています。二つ目にはゾンビは一つの部屋にいてデイブはもう一つの部屋にいると書かれています。デイブはどこにいるのでしょうか？デイブは2番目の部屋にいます。もし1番目の扉が真実なら2番目の扉も真実です。これはゲームのルールに反しています。デイジーはデイブを助け出し、一緒に長い廊下を通って脱出します。やがてその廊下は3つのトンネルに分かれました。トンネルには西、東、そして南と示され、壁にも奇妙な刻印を見つけました。どのトンネルを選ぶべきでしょうか？デイジーとデイブは頭を傾けて文字を逆さまに見るべきです。そう、それは南を指しています。彼らは歩き続け、ドアを見つけました。
しかしそれはロックされており、4桁のパスワードを入力しなければなりません。幸い近くにヒントがあります。4つの絵が描かれたメモです。2人のメモの解読を助けてくれますか？それぞれの数字は物体の色の数に対応しています。クローバーは色が1つ。サンタの帽子は2つ、バナナは1つ、そして虹は7つです。したがってコードは1217です。デイジーとデイブはドアを開け、研究所から脱出します。彼らは島の真ん中にいました。二人は道を進み、本土へ続く3つの橋に到着します。最初の橋は鋭い岩とガラスで覆われています。2番目の橋は毒蛇でいっぱいです。3番目の道では熱いオレンジ色の溶岩が湧いています。どの道を選ぶべきでしょうか？彼らはオープンカーを運転しているので、蛇を選ぶのは危険です。最初の橋はタイヤを破壊するでしょう。そう、彼らは3番目の道を選ぶべきです。海はすぐに溶岩を冷やして石に変えます。マーカスは運のいいゲーム賞の勝者です。彼は次の3つの商品の中から1つを選ぶことができます。新品のメルセデス、高価なノートパソコン、もしくはデザイナーウォレット、最高の選択は何だと思いますか？コメント欄で教えてね。このメルセデスを見てください。ロゴが曲がっています。偽物の車に違いない。財布も同様です。このロゴは何かが間違っている。これが本物のロゴの見え方。ということはノートパソコンは大丈夫そうだ。ロゴも正しそうなので、マーカスはこれを選ぶべきです。雨の夜、メーガンは家に帰ってくると、誰かが彼女のチョコレートバーを食べてしまったことに気づきました。彼女は自分の姉妹たちに食べたかを確認しました。マリアは自分の部屋で運動をしていて、一日中部屋を出なかったと言いました。アメリアは自分が他人のチョコを食べることは絶対にないと言いました。そしてエマは庭で植物に水をやっていて、彼女もちょうど帰宅したばかりだと答えました。メーガンが犯人を見つけるのを手伝ってあげてください。コメント欄で教えてね。きっとエマに違いありません。雨が降っているのに外で植物に水をやる必要なんてないでしょ。ケイラはパリのホテルに滞在していました。ある日、誰かが彼女の部屋に押し入り、高価な物品を全て盗んでしまいました。警察は3人の容疑者を追っています。アランは1階でコーヒーを入れようとしていましたが、ギブスをつけているのでとても難しかったと述べました。マリーは自分はフロントでシャワーの問題を解決しようとしていたと警察に話しました。そしてブルースは寝ていたと言いました。この中から犯人を見つける手助けをするためにもコメント欄に書いてください。アランがケイラの部屋に侵入した犯人、彼のギブスを見て、セーターの上から着ている。偽物に違いありません。探偵モートンはクライアントから新婚夫婦2組の結婚写真を受け取りました。彼は両方のカップルが美しい夕日で有名なモルディブのビーチで結婚したと聞いています。でもこのカップルのうちの1組がとても裕福で、もう1組は一文無しです。なぜかは分かりませんが、探偵のクライアントはどのカップルが裕福なのかを知りたがっています。あなたがモートンよりも解読し、答えをコメント欄に書いたら、モートンは探偵バッジをあなたにくれることでしょう。右側の男性たちは非常にシンプルな結婚式のスーツを着ていますが、実際にビーチで結婚式を行っています。でも左側のカップルをよく見てみると、豪華な服や顔の照明が背景と一致していないことがわかります。さらに写真の端にはグリーンスクリーンの断片が見えます。
つまりこの写真は本物ではない。彼らは実際にはモルディブに行く余裕がない、つまり貧乏ということになります。マークは森の中で3つの道に遭遇しました。1本目は燃え盛る熱い石炭で覆われていました。2本目は足元が凍るように冷たそう。そして3本目はどんな靴でも貫通してしまうような鋭い釘で覆われていました。コメントでマークにどの道を選ぶべきか教えてあげてください。答えは2本目。氷は熱い炭に近いので少し待てば消えてしまうでしょう。アダムは深夜、帰宅途中でガソリンが尽きそうになったことに気づきました。彼はガソリンスタンドに停車してガソリンを補給し、スナックを購入するために立ち寄りました。店内には店員と黒い服を着たもう一人の客がいました。アダムが支払いをしようと店員のところに行くと、彼女は 5.05 ドルと伝えました。アダムが支払いを終えて外に出ると警察に電話をしました。彼がなぜそうしたのか分かったら下にコメントしてください。レジで表示された金額は 18.35 ドルだったことに気づきましたか？でも店員が言った数字は 5.05 ドル。これは SOS のように見えます。ケイジ・ブラウンは高級レストランへと急いでいます。そこで金のスプーンが盗まれたからです。もしケイジが本当の犯人を見つけられなければ、ウェイターは大損失を被るでしょう。幸いまだレストランにはたくさんのお客が残っていて、ブラウン刑事はめぼしい容疑者たちを尋問しました。誕生日を祝っていたという友人団体はこんなことでパーティーを台無しになんてしないと言いました。明るい男性はただ近所を散歩していてこの店を覗くために立ち寄っただけと言いました。そして悲しそうな男性は妻が他界してしまい気晴らしにこのレストランに来たと言いました。刑事が犯罪者を見つける手助けをしてあげてください。コメント欄を使ってね。2人目の男性が嘘をついているようです。彼はこのレストランに初めて来たと言いましたが、見てください、レストランのロゴ入り帽子をかぶっています。バレバレですね。アダムの車が人里離れた森の道路の真ん中で壊れてしまいました。でも最悪なことにそれは冬で、雪がしんしんと降り続き風は凍えるほど冷たかったんです。アダムはできるだけ早く最寄りの町に行かなければなりませんでした。でも彼が最初の道を行こうとすると飢えた狼と対峙することになりそうです。2番目の道路はクマが住み交う地域、そして3番目の道は薄い氷で覆われた川。できるだけ早く彼を助けるためにもどの道を選ぶべきかコメントで教えてあげてください。アダムはクマたちの住む領域をそっと通り抜けるべきです。なぜなら彼らは通常冬眠しているから。リザは大富豪の娘でした。彼女は父親が自分の人生をコントロールしていることにうんざりしていました。ある日父親が彼女に婚約者を見つけたと言うや否や家出を決めました。彼女は父が自分を連れ戻すために人を送ってくることを知っていました。そのため一つのホテルに一晩以上滞在することはありませんでした。ある日彼女は小さな町に到着。暗くなり始めていて初めて見たホテルに泊まるしか選択肢がありませんでした。フロントの女性は彼女の部屋番号が910でこれから案内しますと言いました。リザはすぐに自分のバッグをつかむとホテルから飛び出し車で走り去りました。彼女のこの奇妙な反応の理由をコメントにかけたら、あなたはきっと探偵の称号を得るに値します。ホテルの部屋番号の最初の数字は通常その部屋がある階を示しています。例えば部屋番号が910の場合9階にあるはずです。
しかしそのホテルを見てみると3階までしかありません。若きファッションデザイナーのブルーノは初めてのショーに向けて準備をしていました。少し神経質になっていたので落ち着くために一休みすることに。しかし彼のコレクションを発表する時間が来ても彼の姿は現れませんでした。1時間後、警備員が風呂場で床に倒れた彼を見つけました。誰かが彼の頭を殴ったようでした。警察のところに3人の容疑者が出てきました。モデルの一人マヤはドレスに問題があり楽屋から出る暇さえなかったと言いました。客の一人であるキャサリンはブルーノの大ファンで何年も彼の服を着ていると言いました。つまり彼女が彼を襲う理由などないはず。デザイナーの助手であるサムはブルーノを落ち着かせるために最寄りのコーヒーショップでアメリカーノを買っていたと言いました。さて犯人は誰でしょう。コメント欄で教えてね。答えはキャサリン。その日がブルーノの初めてのショーだったはずなのに彼女は何年も彼の服を着ていたのはおかしいでしょ。リチャードには美しい絵画のコレクションがありました。ある日彼が不在の際にお気に入りの絵が1枚盗まれてしまいました。警察はリチャードの隣人たちが怪しいと思っています。ニコールはしばらく街を離れていたと言いました。彼女は1時間前に帰宅し長いドライブでとても疲れていたのですぐに寝たと言いました。デニスは家を塗り直す準備をしていたと言いました。でも雨がしばらく止む様子がなかったので映画を見たとのこと。ジュリーは妹が体調不良だったので小さな甥の面倒を見るのに忙しかったと言っています。さあ虫眼鏡を取り出したら真実を暴きましょう。犯人は一体誰なのでしょうか。答えはニコール。その日は一日中雨が降っていました。もし女性が1時間前に家に帰ってきていたのなら車の下の道路は濡れているはずです。ルナは未完成の家が建っている土地を購入します。前の所有者は2年前に建設を始めましたが完成させませんでした。ルナは再建に取り掛かりますがすぐにその家が幽霊に取り憑かれていることに気づきます。ほとんどの幽霊は穏やかです。しかししばらくするといたずら好きな幽霊が家を壊し始めました。ルナは有名な幽霊バスターのフィルを呼びます。彼は全ての幽霊にインタビューを行います。修理職人の幽霊は彼は建設中に転落してきたので最初からここにいると言います。医者の幽霊は6年前に喧騒を逃れて静けさを楽しむために移り住んだと言います。そして3番目の幽霊は近くの湖に住んでいたが1年以上前にここに落ち着いたと言います。誰が嘘をついていますか。医者ですね。彼は6年前に引っ越してきたと言いましたがこの家は2年前に建てられました。事件解決。地元の音楽学校にはオペラ歌手の幽霊が出ると言われています。フィルが到着し学校を探索し3人の証人に話を聞きます。先生は先日地下室で歌声を聞きました。確認したところそこは空っぽでした。学生のネリーは廊下で歌う幽霊を見たと言います。もう一人の学生サムはトイレで彼女を見たと言います。話を聞いた後フィルは学生たちが先生にいたずらしたと確信します。なぜでしょう。地下室をよく見てください。ホコリまみれのものがたくさんあります。しかしこのスマートスピーカーにはホコリがなく最近持ち込まれたものです。実際に歌う幽霊を見たと主張しているのは学生だけ。これで決まりです。フィルは城を出て新しい依頼を受けます。地元の桟橋に幽霊がいると人々が文句を言っていました。フィルはその場所に到着し3人の女性を見ます。幽霊は誰でしょう。全員です。もし彼らが生きていて実体のある人間なら水面には彼らの顔ではなく背中が映るはずです。
フィルは幽霊の女性たちに立ち去るよう頼みます。二人は同意しましたが、三人目は近くの森に逃げ込み、フィルは彼女を見失ってしまいました。見つけるのを手伝ってくれませんか？彼女はこの水たまりに隠れています。フィルは帰宅してメールを確認します。彼は2つの異なるゴーストバスター事務所から仕事のオファーを受け取ります。1つは180万ドルと年間20万ドルの昇給を提供しています。もう1つの会社は200万ドルの給与で昇給なし。3年働いた場合、どちらの仕事の方がお金を生むでしょうか？フィルが最初の事務所を選ぶと、2年目には給料が200万ドルに増え、3年目には220万ドルになります。したがって3年目の終わりまでに600万ドルを稼ぐことになります。もし彼が2番目の事務所を選ぶと、計算はもっと簡単で20の3倍です。そして3年目の終わりまでにやはり600万ドルを稼ぐことになるでしょう。しかしフィルが最初のエージェンシーを選べば、4年目にはもっと多く稼ぐことになります。どちらがいいかは明らかですね。フィルは最初の仕事を受けます。しかしまず幽霊が出る有名なホテルで短い休暇を過ごすことにしました。残念ながら彼の滞在中にホテルが強盗に襲われました。警察官が朝に到着し、3人の宿泊客に尋問します。フィルは、昨日は大雪が降っていましたので一日中部屋でテレビを見ていましたと言い、ピーターは、昨日は具合が悪く正常な判断ができなかった、そんな私がどうやって強盗できるというのですかと言います。そしてベラは、私は約10分前にホテルに戻ってきました、強盗については何も知りませんと言います。警察官はすぐに犯人を突き止めました。あなたはどうですか？疑わしいのはベラです。彼女は10分前に戻ったと言いますが、ホテルの外には警官の足跡以外ありません。翌朝、フィルは幽霊屋敷の地下室で目を覚まします。お腹がペコペコです。突然不気味な男が現れ、4皿の食べ物を持ってきました。彼はフィルに一品だけ選ぶよう言いました。どれを選ぶべきでしょう？最初の皿には虫がいます。2番目の皿は不快な匂いがします。そして4番目の皿には食べられるものが残っていません。ですからフィルは3番目の皿を取るべきです。フィルは幽霊を追い続け、穴に落ちてしまいます。彼は洞窟に閉じ込められ3つのドアに出くわしました。最初のドアの後ろには迷路があります。彼は一生かけても迷路を抜け出すことができません。2番目のドアの後ろには深く狭い谷があり、フィルが足を踏み入れると落ちてしまいます。3番目のドアの後ろにはゾンビがいます。ゾンビは人間を食べるのが大好きです。フィルはどうやって逃げるべきでしょうか？2番目のドアを開けるべきです。それから3番目のドアを開けて、素早く1番目のドアの後ろに隠れます。ゾンビはフィルが2番目のドアに入ったと思い追いかけ始めます。ゾンビは谷に落ち、フィルは3番目のドアを通って自由になります。罠から抜け出し、街に戻ったフィルは通りを歩いています。突然綺麗な女性が彼に近づき、警察に電話するよう頼みます。誰かが何百万ドルも入っていた彼女のバッグを盗んだというのです。フィルはその泥棒について彼女に尋ねます。彼女は、通りを歩いていたら後ろから男が駆け寄ってきたと言います。彼は手袋とマスクをしていました。男はバッグを奪い逃げ去ったのです。彼女は全く彼を見られませんでした。フィルは尋ねます。どうして顔中に傷があるんですか？彼女は彼を捕まえようとしましたが、強盗が右手につけていた金の指輪で頬を引っかかれたと答えます。フィルはすぐに彼女の話が嘘であることを理解します。なぜでしょうか？
女性は泥棒が手袋をしていたと言っていましたよね。そのため強盗は金の指輪で彼女を引っかくことはできません。フィルは新しいオフィスに到着します。同僚たちは彼を歓迎する大きなケーキを用意しました。彼はランチの時にお茶と一緒に食べようと思い、ケーキをオフィスの冷蔵庫に入れておきました。再び冷蔵庫を開けると誰かが一口食べています。フィルが4人の容疑者に質問すると、ベラは朝からずっと会議に出ていて今日はキッチンにも入っていないと言います。サムはコーヒーメーカーを使うために2回だけキッチンに入ったが冷蔵庫は開けていないと言います。ハンナは無糖ダイエット中だと言います。リリーは朝から歯医者に行っていてちょうど戻ってきたと言います。嘘をついているのは誰でしょう。サムです。コーヒーマシンを見てください。サインには故障中と書かれています。彼の話は嘘です。フィルのクライアントが不気味な幽霊屋敷の写真を2枚送ってきました。7つの違いを見つけることができますか。こちらです。素晴らしい。翌日フィルがお城を確認しに行くと3つの扉のある部屋に閉じ込められてしまいました。扉の1つを通って脱出することができますが、それぞれに危険が潜んでいます。最初の扉の向こうにはゾンビがいます。2番目の扉の向こうには空腹の狼が、3番目の扉の向こうには不気味な幽霊が待ち受けています。どの扉を選ぶべきでしょうか。幽霊は人々を怖がらせる傾向がありますが危険ではありません。したがって3番目のドアが最も安全です。フィルは廊下にいます。ドアは閉じられており、ジョーは非常に複雑です。幸いフィルは地元の守護霊に出会いました。守護霊はフィルに3つの鍵を見せ、そのうち1つで確実にドアを開けることができると言いました。しかし間違った鍵を使うとフィルはこの呪われた城に永遠に閉じ込められてしまいます。正しい鍵を選ぶのを手伝ってくれますか。2つ目の鍵だけが完璧に合います。カミラは壮大なハワイ旅行のためにカバンを詰めています。彼女はオールインクルーシブのスパホテルに滞在します。不要なものは何ですか。このコーヒー豆のパックはミスマッチです。オールインクルーシブのホテルでは自分でコーヒーを作る必要がないからです。カミラは空港に到着しノアに会いました。彼は猫のフラッフィーと旅行します。カミラが猫の年齢を尋ねるとノアはなぞなぞで答えました。2年後にフラッフィーは5年前の年齢の2倍になるよ。猫の年齢を解けますか。フラッフィーは12歳です。飛行機でカミラはカイとミアの隣に座ります。離陸後搭乗員が彼らに同じランチを持ってきました。カミラがトイレから戻ってくると彼女のパンがなくなっていることに気づきました。誰が盗んだか推測できますか。カイのランチには手つかずのパンが一つありますが、もう一つを袖に隠しています。恥を知れカイ。カミラはハワイに到着しホテルに着きました。ロビーにいる3人の女性のうち2人は大富豪です。お金持ちでないのは誰でしょう。2番目の女性の電話は古すぎます。彼女は大富豪ではありません。カミラはプールエリアに行き2組のカップルに会います。そのうち1組には3人の息子がいます。どちらか分かりますか。
最初のカップルです。彼のタトゥーを見てください。手には3つの太陽があり、それぞれ彼の息子を象徴しています。スーパーに行く時間です。カミラが窓の外を見ると2つの場面が見えますが、1人が危険にさらされています。誰だか分かりますか？少し奇妙かもしれませんが、最初の場面には何の問題もありません。皮膚が熱に反応しているだけです。しかし次の場面を見ると針のサイズが大きすぎます。もっと小さくするべきです。カミラはマッサージの予約をします。彼女は3人の従業員の誰かからサービスを受けることができます。しかしこのうち1人は安全な選択ではありません。一体誰でしょう？3人目の女性は危険です。彼女の爪は長すぎて鋭く、マッサージに向いていません。マッサージが終了しました。カミラがペディキュアルームへ向かうと、無邪気そうな3人のお客が談笑しています。しかしうち1人は狼人間です。誰か分かりますか？2番目の女性です。この輝く狼の目を見てください。ペリキュアが終わりました。次はサウナの時間です。カミラは高価なスリッパをポーチに置いてサウナに入ります。5分後、そろそろ出る時間だと感じ始めました。なんということでしょう。誰かが彼女のスリッパを盗んでしまいました。カミラは近くにいた3人の女性に質問します。ビアンカは今まで30分間サウナにいたと言い、外で何が起こっていたのか知りません。ケリーは裸足ですが、カミラのものには絶対に触っていないと言います。そしてニーナは他人の靴に触るのは嫌だと言いました。誰が嘘をついているのでしょう？ビアンカです。看板を見てください。ゲストはサウナに15分以上滞在できないと書いてあります。彼女の話は嘘です。カミラはシャワーエリアに来ました。しかし彼女はまた別のいたずらに直面しています。誰かが彼女の入浴中にタオルを盗みました。カミラは3人に質問します。ケリーは髪を乾かしていたので何も見ていないし聞いてもいないと言います。ニーナは彼氏と電話をしていて他の人の服を盗む時間なんてなかったと言います。そしてシンディはクリーナーです。彼女は床を洗っていて客のものには触っていませんでした。誰が嘘をついているのでしょうか？ケリーの話は嘘です。彼女の髪は乾いていません。夕方、カミラは地元のレストランに来ました。すると食事エリアで興味深い家族を見つけます。そのうち1人は本物の幽霊です。誰か分かりますか？この不気味な人物は透明な腕を持っています。なんとカミラは同じホテルで休暇を過ごしている大学の友人に出会います。彼らは10年間会っていませんでした。そこでみんなで豪華なプライベートパーティーを開くことにしました。カミラは電話をかけなければならず、パーティーの最中に外に出ました。数分後、彼女が戻ってくると友人のマイクが意識を失って倒れています。彼の首には奇妙な跡がありました。それはヴァンパイアが噛んだ跡のように見えます。カミラの大学の仲間の一人がヴァンパイアに変わったに違いありません。翌日、カミラはみんなをビーチピクニックに招待し、マイクについて話し合います。どうしたらヴァンパイアを見つけられるでしょうか？彼女は友人を昼間のビーチに招待しました。行くのを拒む者がいればそれがヴァンパイアに違いありません。カミラはビーチで過ごし、綺麗な写真を撮りました。そしてもう一枚出来上がった写真を見て5つの違いを見つけます。あなたも見つけられますか？彼らがここにいます。カミラが美しい砂の城を作った後、カフェから新鮮なスムージーの香りがしました。
彼女が飲み物を買いに行き、5分後にお城の場所に戻ってくると、なんということでしょう。誰かがお城を壊してしまいました。カミラは近くの3人に質問します。ビルは携帯を見ていたと言います。だから周りを見ていませんでした。レイチェルは娘のアンナの写真を撮っていたと言い、カミラに証拠写真を見せました。アンナはレイチェルの言葉を確認します。彼らは写真を撮るのに忙しかったのです。話を聞いた後、カミラは誰が犯人か確信しました。あなたはどうですか？レイチェルの写真をよく見てください。アンナは砂の城があった場所に立っています。彼女はサーフボードでそれを壊したのです。カミラはビーチを散歩する途中、美しい結婚式を目にします。この女性たちのうち、彼の妻が誰かわかりますか？最初の女性です。彼らは同じタトゥーを持っています。ホテルのレストランでカミラはまた感動的なシーンを目撃します。2人の男性が1人の女性にプロポーズしています。彼女はそのうち1人のプロポーズを受け入れました。どちらが新しい婚約者でしょう？最初の男性です。壁のポスターを見てください。2人目の男は逃走中の犯罪者です。カイルはカミラを屋上レストランにデートに誘います。景色は美しく、彼女は写真を2枚撮りました。この写真の5つの違いを見つけられますか？1,2,3,4,5 できた。カイルとカミラは2人ともスパゲッティカルボナーラを選びました。すぐに2人は料理を受け取り食べ始めます。突然カイルの具合が悪くなり気を失います。しかしカミラは大丈夫です。2人は同じ料理を食べたはずです。この写真を見ただけで謎を解明できますか？毒は黒胡椒に入っており、カイルはそれを自分のスパゲッティに加えましたが、カミラは加えませんでした。だから彼女は何ともないのです。翌日カミラは病院にカイルを訪ねます。彼女は2人の患者に遭遇しました。どちらの方が裕福だと思いますか？2人目の患者です。病室にはエアコン、Wi-Fi、高価なノートパソコンが備わっています。この二人はどうでしょう？どちらが裕福かわかりますか？最初の女性の棚にはいくつかの超高級ブランドがあります。つまり彼女は裕福な人です。カミラは病院内を歩き回り、恐ろしい地下室を見つけます。何か変なものを見つけられますか？この場所は幽霊がいるに違いありません。古いモップが勝手に動いています。突然ドアが閉まり、カミラは地下室に閉じ込められました。彼女はダイヤルロックのついた扉を見つけます。幸運にもヒントのメモもありました。カミラはコードを入力してみますが、うまくいきません。彼女は6桁の組み合わせが必要です。このコードを解読できますか？カミラは文字通り283126を入力します。そして今彼女は偉大な脱出を成功させたのです。なぞなぞチャレンジの始まりです。人気のカフェで3人の女性が集まっています。3人の風貌から経済状況がうかがえます。2人は裕福そうに見えますが、1人はそれほど裕福そうではありません。3人の外見を注意深く観察して、どの人が実は裕福ではないのかコメントで教えてください。答えは一見そうは見えない意外な人かもしれません。
真珠のネックレスをつけた女性は富を見せびらかそうとしているわけではありません。シンプルでサステナブルな暮らしに満足しているのです。これは彼女が真に裕福である証拠。2人目の女性は非常に高価なアクセサリーを身につけています。車は運転せず、運転手に迎えに来てもらい、到着はアップルウォッチで通知されます。ところが3人目の女性はそれほど裕福ではありません。高価そうなものは身につけておらず、バッグに詰められて溢れそうな札束はおそらく偽物でしょう。2組のカップルがビーチでのんびりとくつろいでいます。ブランドバッグをそばに置いて高そうな水着を着ています。一見するとどちらのカップルも裕福に見えますが、本当に豊かなのは一組のみ。それがどちらのカップルか分かったらコメントであなたの意見を共有してください。左側のカップルの私物には偽物が含まれています。2人をよく見てみるとロゴが誤って書かれていることが分かります。また2人ともかなり色白です。多分2人とも働いてばかりで、旅行に行けるのは1年に1度だけなのかもしれません。右側のカップルは一見シンプルですが、私物はしっかりメンテナンスされ、高級品というより品のいいものを使っているようです。使い込まれたスーツケースは彼らがよく旅をすることを物語っています。また2人ともよく日焼けをしていますね。きっと頻繁に旅行ができる身分なのでしょう。犯罪してばかりの大悪党のダグは世界各地を飛び回っていました。彼を追う国際警察は彼が説明がつかない莫大な現金を持っていると考えています。ついにその犯罪者を捕まえた時、彼が所持していたのはサングラス、約50ドルが入った財布、クレジットカード、外国の硬貨数枚でした。それでは彼を逮捕する理由にはなりません。しかし実際にはダグは当局の目から富をまんまと隠していたのです。彼がどうやってそうしたかが分かったら、それをコメントで共有してください。この外国の硬貨、実は非常に貴重なもので、信じられないほど高価な古代の硬貨だったんです。探偵スタンウィックは犯罪の調査のためにペニーロール氏の家にやってきました。ペニーロール氏は課長補佐として勤務する銀行を開けるため、銀行に到着した瞬間、銀行強盗に誘拐されたと言います。彼らは彼に金庫を開けさせ、お金を渡すように迫ったとのこと。その後彼の家に連れて行くように脅されました。彼の妻のジュエリーも欲しかったのです。移動中に犯罪者の一人がお金を紙袋に移し、銀行の袋を窓から投げ捨てました。2ブロック先で車が赤信号で停止した時、銀行家は脱出したということです。探偵は手がかりを探すために銀行への道を逆にたどることにします。途中でペニーロール氏が空の銀行の袋を見つけたといい、数分後彼が逃げ出すことができた赤信号を指さしました。銀行に着いた時、スタンウィック探偵はペニーロール氏を虚偽の報告で逮捕します。行員の話に問題があることに気づきましたか？以下のコメントで教えてください。銀行に戻る途中、ペニーロール氏が車から降りた角を回る前に銀行の袋を見つけたのはおかしいです。犯罪者が袋を投げ出した後に彼は車から降りたと言いましたからね。その話が本当なら、探偵と銀行職員は銀行に戻る途中でまず角を通り、次に銀行の袋を見たはずです。今回は事件も謎が深いです。チェルシーは駐車中のタクシーに近づき、タクシーの運転手に20ドル紙幣を手渡し、そのまま立ち去りました。あなたが知るべき事柄は次の通り。彼女は方向感覚はいい方ではありません。道案内のためチップとして20ドルは大きすぎます。また彼女自身車を所有しており、壊れてもいません。他のブライトサイダーよりも早く彼女の意図が分かりますか？答えをコメントに残してください。チェルシーは道に迷い、目的地に連れて行ってもらうためにタクシードライバーにお金を払ったのです。
その後彼女は自分の車でタクシーについていきました。この画像をよくご覧ください。泥棒を見つけることができますか？なぜその人を選んだのかコメントで説明してください。ベージュのコートにボーダーのインナーを着た女性です。他は全員夏服を着ている中、悪目立ちしていますね。スティーブンは貴重品がなくなったと警察に通報し、警察が到着すると彼は一人でキャンプに行ったと説明しました。そこに到着しテントを設営したところで突然激しい雨が降り始めたので、乾いた薪を集めるためにテントを離れ、その際財布や重要書類が入ったバッグをテントの中に残したということです。彼が戻ると全てがなくなっていました。警察官はスティーブンの話を信じず、彼が話をでっち上げたと判断します。なぜ嘘をついたと警察は分かったのでしょうか？コメントでお知らせください。雨が降る前にテントを設営したというのは正しければ、なぜテントの中に水たまりがあるのでしょうか？ある秋の金曜日午後10時頃、トムは姿を消しました。警察官は彼の4人の友人を尋問。彼らの1人が彼の失踪に何か関与していると疑っていました。彼女はそれぞれのアリバイを確認します。アダムはデートに行くため服を選んでいたと言いました。ダニエルは彼のアパートで開かれるパーティーの準備をしていました。ソフィアは夜勤の前にヨガでリラックスしていたと言いました。ジェイクは公園でバードウォッチングをしていました。容疑者を尋問した後、警察官はトムの友人の一人を逮捕。誰が逮捕されたか分かったらコメントに書いてください。ジェイクです。秋の夜10時はバードウォッチングするには暗すぎます。警察官のジェームズは宝石の謎の消失を調査するためにホテルに呼ばれました。エミリーは前夜チェックインし、高価なダイヤモンド全てをホテルの部屋の金庫に入れたのですが、翌日ランチから戻るとその宝石はなくなっていたのです。ジェームズは3人の容疑者を挙げました。受付の女性はランチ休憩中だったといいます。清掃員はその日の早朝にチェックアウトした客の客室を掃除していたと述べました。ホテルの客であるスーザンは今起きたばかりだと言いました。3人の中に嘘をついている人がいます。誰だか分かったらできるだけ早くコメント欄にあなたの意見を書き込んでください。スーザンです。今起きたばかりだというのにベッドメイクされていますよ。ジョーンはある夕方自宅に帰った時、誰かが家に泥棒に入ったことに気づきました。警察が到着し近所の人々を尋問します。ビクトリアは2ブロック離れた友人の家を訪ねていて、ちょっと前に帰宅したばかりだと言います。ピーターは体調が悪かったので薬局にさっと行った以外はずっと横になっていたと言います。ネイさんは妻と友人たちとのバーベキューの準備をしていたのに、激しい雨が降り始めたので計画をキャンセルしたと言っています。警察を手伝って下のコメントで泥棒の名前を書いてください。ビクトリアです。雨が降る中彼女は帰宅したばかりだと言っています。でも彼女の髪、服、そしてドアの近くに立っている傘は全く濡れていません。タイラーはある夜友人の家に向かっていたところ、黒いマスクをした見知らぬ人に捕らえられました。気づいた時は大きな部屋の中で檻の中に入れられていました。檻の隣の壁にはレバーが3つあります。左のレバーを引くと
お腹を空かせたライオンが檻に入ってきます。真ん中のレバーを引くと檻に水が溢れてきます。3つ目のレバーを引くと檻の上部が下に向かって落ちてきて、中にいるものが何であれ潰してしまいます。どのレバーを引けばタイラーは生き残ることができるでしょうか。コメントであなたの選択を共有してください。2番目のレバーです。水はすべて檻から流れ出ます。目を覚ますと地下室に閉じ込められていたマーチン、どこからここに来てしまったのか全く思い出せません。おそらく天井にあるハッチを通ったのでしょう。3つのドアがあり、そこから出られそうです。左のドアの向こうには、そこに金属のトゲがある深い穴があります。真ん中のドアは飢えたピラニアがいる湖へと続いています。右のドアの向こうにはワニがいます。最悪なのは部屋が浸水し始めたこと。マーチンを一刻も早く助けなければ。この不運な男の命を救うために何をすべきかコメントで教えてください。マーチンが選ぶべきドアは左のドア。穴に水が満たされればトゲの上を泳いでいけるでしょう。一方、こちらで部屋に閉じ込められて溺れそうなのはアリサ。壁についた蛇口から部屋に水が入ってきています。この部屋に窓はなく、ドアも開きません。アリサのそばにあるのはモップと大きなバケツのみ。彼女の命を救う方法を知っている方はコメント欄に書き込んでください。この状況それほど危険ではありません。アリサはただ蛇口を閉めればいいんです。ニックはヨットで世界中を航海中。しかし大嵐に遭遇してしまいます。ある時点で彼はマストに頭を打って気を失ったようです。気がついた時、彼は海岸にいて、よそ者を好まない険悪な雰囲気の地元の人々に囲まれていました。彼らはニックに3つの選択肢を提示しました。タランチュラがいる洞窟送り、黄色いサソリがいる穴に投げ込まれる、飢えたライオンの群れの前に差し出される。あなたがコメントで何を選ぶべきか書いてくれないと、彼に悪い顛末が訪れてしまうかも。ニックは人間に対しては基本的に無害なタランチュラを選ぶべきです。この火山を見てください。今にも噴火しそうです。残念ながらローレンのスポーツカーに残る座席はあと一つ。でも火山からできるだけ遠くに逃げたいと思う人々が3人います。彼女は誰を救うべきでしょうか。若いイケメン、お金持ちの女性、それともおばあさん。男性と女性はキビキビと動き逃げられますが、お年寄りの女性はできません。ローレンが助けるべきは高齢女性。他の意見の人はコメントで理由を教えてください。3人の先生を見てみてください。このうち1人は吸血鬼です。若い生徒が亡くなる前に一刻も早く見つけなければいけません。左の先生は日焼けの跡がありますね。吸血鬼は日光が苦手なので彼女は除外。右の先生は足にギブスがあるので吸血鬼の可能性は低いでしょう。でも真ん中の先生は長袖長ズボンで手袋まで着用しています。肌に日光が当たるのを恐れているようですね。きっと彼女が吸血鬼に違いありません。メラニーは同僚のマリアを夕食に招待しました。マリアはメラニーが自分のことを好きではないと思っていたので驚きましたが、メラニーはとても素敵な食事を準備してくれています。さらに魚まで調理してくれました。彼女は魚を半分に切り、二人で半分ずつ食べました。しばらくするとマリアの顔色は悪くなり、意識を失って病院に運ばれます。
ひどい食中毒になったようです。数日後、警察はマリアに毒を盛ったという罪でメラニーを逮捕。2人は同じ魚を食べていたのに、どうやって毒を盛ることができたのでしょう。コメントで教えてください。メラニーが魚を切るために使ったナイフの片側に毒が塗られていたのです。そうすればマリアに渡した魚の部分にだけが毒が含まれるというわけです。この写真をじっくり見てください。3人のうち1人がたった今ペンギンを盗みました。犯人が誰か分かった人は分かったとコメントに書いてください。左の男性がペンギンに餌をやりに来ていることは明らかです。女性は本物の妊婦さん。右の男性は重そうなリュックを担いでいて、しかも漏れていますよ。ペンギンはその中にいるはずです。この3人を見てください。そのうちの1人の女性は本当の妻ではありません。コメント欄で正解できた人は本物の探偵認定です。どちらの女性も指輪をしています。でもブロンドの女性が準備したお弁当が確実に収まるようなので、夫のブリーフケースのサイズを正確に把握しているのでしょう。一方もう一人の女性は彼の姉か妹でしょう。生まれつき同じあざを持っているようですからね。4人の友人がランチに出かけました。同じ食事をしたのになぜか2人だけ具合が悪くなりました。なぜ残りの2人は大丈夫なのでしょうか。探偵の勘を働かせてコメント欄にあなたの考えを書いてください。食事後、体調を崩さなかった2人はコーヒーを飲んでいません。食べ物ではなく飲み物が良くなかったようです。3人の女性が一緒にアイスクリームを食べに行きました。しかししばらくして一人の具合が悪くなります。なぜそうなったのか分かりますか。具合が悪くなった女性はアイスクリームの上にベリーのトッピングをしていました。他の二人の女性はシナモンをかけアイスを食べています。ミシェルが会社を出ようとしていた時、ビルの警備から危険な犯罪者が建物内に忍び込んだというメッセージを受信。彼女はできるだけ早く建物の外に出なくてはいけません。エレベーターに向かって走っていると、エレベーターが2つとも同時に開きました。中には体格の良い怪しげな男がいます。あなたならどちらのエレベーターに乗りますか。コメント欄でお知らせください。ミシェルは右のエレベーターに乗ることにしました。犯罪者はちょうど建物に入ったばかり。上の階から来ることはありません。秘密の金融情報を取得するために犯罪者が銀行員3名を誘拐しました。銀行員たちは床から高い窓が一つだけある地下室に閉じ込められます。少なくとも1人が脱出して警察に通報しようと2人は決意しました。男性たちは肩の上に立ちましたが、一番上に立つ人はまだ窓に届きません。どうすれば窓に届きますか。最も背が高い銀行員が一番上に登ればいいんです。彼ならおそらく腕が最も長いので窓に手が届くはずです。ルークは科学の実験に参加したのですが、何かがおかしかったようで、3つのポータルしかない場所に飛んでしまいました。左のポータルは南極の極地砂漠に、真ん中のポータルは溶岩があふれる火山のクレーターに、右のポータルは巨大なディプロドクスが闊歩する恐竜時代に続いています。あなたならどのポータルに飛び込みますか。コメントで教えてください。
極寒の砂漠では一瞬で凍えてしまいます。溶岩なんて論外。でも草食恐竜のディプロドクスは人間には無害ですよ。かつて刑務所の警備員が非常に不穏な噂を偶然耳にしました。ある囚人が脱獄を計画しているというのです。警備員は監視カメラの映像を見て2人の女性が怪しい行動をとっていることを発見。1人は元ボディービルダーで筋肉質、短髪で体中にタトゥーが彫られています。もう1人は静かで控えめで1人で過ごすことが多い女性。映像を何度も見直した結果、警備員は脱獄を計画している女性を特定できました。あなたは警備員ほど注意深いですか？コメントにあなたの考えを書いて証明してください。脱獄を計画しているのは静かな方の囚人。よく見ると髪の毛にはヤスリが見えます。これを使えば彼女は金属の棒を削ることができそうです。